今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。もうね、6月も下旬に入りまして、最近めちゃめちゃ暑いですよね。東京では日中30度を超える日もあって、もうね、いよいよ本格的に夏がやってきたなって感じがするんですけども、そうやってね、気温がどんどん高くなって暑くなってくると、重い荷物を持つのって嫌になってきますよね。リュックを背負うにしてもショルダーを背負うにしても、やっぱり重い荷物持ってると汗をかきやすいしね、もう歩いてるだけで疲れちゃって嫌になってくる人多いと思います。かくいう僕もね、1年で夏が一番苦手な季節で、暑いのとにかく苦手なんですよ。なので、外出時に持ち運ぶ荷物は少しでも軽くしたいなと思って、実は僕ね、普段からメインのデバイスとしてこの 12.9 インチ iPad Pro を使ってきたんですけども、今回ちょっとね、その荷物を軽くしたいという意味も込めて、少し前からこちらの11インチの iPad Pro をメインのデバイスにして使ってみようということで、1ヶ月間ぐらいですね、メイン端末を 12.9 インチから11インチに置き換えていろいろ使っておりました。がっつりね、1ヶ月以上11インチの方をメインとして使ってみると、やっぱりいろんな発見があったりとか、11インチってやっぱり最高だなって思うところもね、たくさんあったんで、今回は僕が 12.9 インチ iPad Pro からメイン端末を11インチに乗り換えて1ヶ月使ってみた感想だったりとか、実際これね、本当に僕乗り換えてもいいかなっていうふうに思ったんで、その辺結局どうするのかってところについてもお話ししようかなというふうに思っております。この 12.9 インチが11インチかって結構 iPad Pro 選ぶ上でも永遠のテーマだと思うので、その辺悩んでる方とか気になってる方、ぜひ最後まで動画見てくれると幸いです。じゃあ早速いってみましょう。はい、というわけで11インチ iPad Pro をメインとして1ヶ月以上使って良かったなと思うところをね、順番に語っていこうと思うんですけども、まずは何といっても軽さと取り回しのしやすさの部分ですね。これはやっぱり11インチの最大のメリットだなというふうに思いました。僕いつも 12.9 インチ iPad Pro にマジックキーボードっていうね、専用キーボードをつけて持ち運んでるんですけども、これ組み合わせると今の僕の環境だとね、 1.5kg ぐらいになるんですよ。もうこれ MacBook と同じくらいの重さなんですよね。一方でこの11インチの iPad Pro、普段マジックキーボードを使ったりスマートキーボードフォリオを使ったりしてるんですけども、この11インチにスマートキーボードフォリオをつけて一番軽くすると重さが 8.4kg なんですよ。なので 12.9 インチ iPad Pro の一番重いのが 1.5kg のセットアップで、この11インチの一番軽いセットアップは 8.4kg なので、およそ半分ぐらいの重さになってしまうんですよね。これは本当にね、持ち運んでても軽いなっていうのを実感して、やっぱり iPad といえばね、パソコンと違う大きなメリットとして筐体が小さくて気軽に手軽に使えるってところがあると思うんで、そこはやっぱり11インチさすがだなっていう風に感じました。あと筐体サイズ、デバイスの大きさも全然違うので、 12.9 インチ iPad Pro は入らないけども、11インチ iPad Pro なら入るみたいなバッグも僕もね、いくつか持ってるんで、そういう意味ではよりバッグのね、自由度が上がったし、そのちっちゃなバッグを持って外に出かけることができるっていうのも切り替えて良かった点だなっていうふうに思います。あとバッグ選びだけじゃなくて、やっぱりこの小さいことによって、例えば移動中電車に座ってる時にサクッと取り出してね、ラップトップ膝の上で作業することが簡単にできたりとか、新幹線の移動の時もね、新幹線の机ってちっちゃいと思うんですけども、そういった小さな机の上でも快適に作業できるっていうのは11インチ iPad Pro の取り回しの良さの魅力かなというふうに思います。なんかね、感覚としては 12.9 インチ iPad Pro はどうしてもね、パソコンを使ってる感覚にだいぶ近いというか、ちょっと小さめのパソコンを使ってますみたいな感じになっちゃうんですけども、この11インチ iPad Pro はギリギリね、iPhone Pro Max を使ってるような感覚なんですよね。ちょっと大きめの iPhone って感覚で使えるんで、例えば外出先でもですね、なんかちょっと調べ物したいなってなったら、スマホを使うんじゃなくて、11インチの iPad 取り出すかってなったりとか、ちょっと空き時間に本読もうって時も、スマホの Kindle じゃなくて、じゃあ iPad 取り出して読もうかなみたいな感じで、今まで 12.9 インチだとそこまでね、じゃあ iPad 取り出して使おうかなって思わなかったシーンでも iPad を使いたいなって思わせてくれるのも、このサイズ感のメリットかなっていうふうに思いました。そして肝心のね、このデバイスの性能に関してなんですけども、これがね、 iPad Pro の難しくも面白いところなんですが、 iPad Pro ってね、11インチと 12.9 インチサイズの違うデバイスが2つラインナップされてるんですけど、基本的な性能ってのはほとんど両者同じなんですね。今回僕の場合はこの 12.9 インチの方は M2 チップの最新のモデルなんですけども、この11インチはね、 M1 チップなので、そういったところでこの性能の差ってのは多少はあったんですけども、実際使う上ではこの11インチ iPad Pro もこれまで使ってきた12.9 インチの M2 チップとほぼ変わらない性能を発揮してくれたので、そこに対しては何の不満もなかったなというふうに思います。1ヶ月以上使ったので、仕事に使うのはもちろんのこと、しばらくの間ね、これでゴリゴリ動画編集もしたん
ですけども、まあ、そういった意味でもね 12.9 インチに比べて性能とかスペックがちょっと見劣りするなってことは感じませんでした。まあ、これね同じスペックが載ってる iPad を選べば当たり前っちゃ当たり前の話を僕はしてるんですけども、まあ、とは言ってもねこんなにサイズが変わってもできることスペック性能は同じっていうのはなかなかこれね iPad 以外では新鮮なことなのかなというふうに思います。なんかねこの小さくなっても頭脳は同じっていうね名探偵コナン張りのこのスペックっていうのはかなり安心感があるなというふうに感じました。最後これは完全にもう個人的な主観なんですけどもこういったガジェットとかデバイスって大きくて性能が高いものよりも小さくて性能が高いものの方が僕は惹かれるしかっこいいなと思うんですよね。なので仮に同じ性能が入っていたとしても筐体が小さい方がよりなんかかっこいいし使ってて気持ちいいというかこの小ささの中にこのスペック入ってるんだぞっていうところがね、まあ、使っててこうロマンを感じるところだったりするんで、まあ、そういった感覚的な部分でも11インチでハイスペックってのは個人的にはかなり好ましいなっていうふうに思いました。でここまでは外出先とか外で使う時の話を中心してきたんですけども自宅で使う時にこの11インチの iPad Pro どうかっていうとこれはですね最近のこの M1 チップ以降の iPad の場合は外部ディスプレイにこの iPad の画面を投影してステージマネージャーを使うことができるんですね。なので自宅でも外部ディスプレイにさえ接続してしまえば11インチだろうと 12.9 インチだろうと実質的に使えるサイズ画面サイズ変わんないんですよね。これは本体の筐体が小さければ小さいほどこの外部ディスプレイ拡張っていうところはメリットがあるかなと思っていて11インチはねやっぱりその機能をフルに活かせるので11インチにこそステージマネージャーは僕はね理想的な機能だなというふうに思います。 iPad のステージマネージャーはまだ搭載されたばかりでちょっとまだ使いづらいところがあったりとかアプリ側の方とか iPad の操作としてちょっとねステージマネージャーでは使いづらいなと思うところもあるんですけども体感としては半分ぐらいの作業はもうステージマネージャーでやっちゃってるんですよね。具体的には iPad の画面タッチが少ないような作業とかピンチインピンチアウトとかそういったものがあんまり必要ない作業とか、まあ、こういったところは基本的にステージマネージャーを使って外部ディスプレイでトラックパッドとかキーボードを使って操作しても全然ね問題なく作業できるなと思ってるんでステージマネージャーが今後より使いやすくなってくるとよりこの11インチ iPad Pro の魅力は上がっていくのかなというふうに感じました。実際ね新しい iPadOS17 だっけな、ステージマネージャーがよりねウィンドウの配置が自由になるってアップデートがこの間の WWDC で発表されてるんでその辺来るとねまた11インチの価値は上がっていくんじゃないかなというふうに思います。で今回ですねこの11インチ iPad Pro をメインにしたことによって必然的にですねこの 12.9 インチ iPad Pro がサブ iPad になったんですね。で僕家にいるときはサブの iPad は大型ディスプレイの横にですねこのピタカのケースとスタンドをつけて、まあ、サブモニターとして使ってるんですけどもこのね 12.9 インチ iPad Pro をサブディスプレイサブモニターとして使った時にこれめちゃめちゃ良かったんですよね。 12.9 インチ iPad Pro をサブディスプレイに使うのね大層贅沢な使い方だとは思ってるんですけどもこの大きさで横で動画を流しておくとかウェブサイトを表示するとか何でもいいんですけどもやっぱり大きな画面だからこそ没入感も上がるしサイトの小さな字も読み取れるし情報も見やすいしってことでなんかねサブディスプレイって 12.9 インチぐらいが一番いいのかなっていうねちょっと新たな発見もありました。というわけでここまで11インチ iPad Pro を使ってみたいいところをね中心にお話したんですけどももちろんちょっとした不満点気になる点っていうのもあったのでそこもお話ししようかなと思います。まず一つ目の不満点がやっぱり11インチの iPad って画面サイズが小さいんで目線が下に下がっちゃうんですよね。なのでそのまま使ってしまうと常にねこう画面をちょっとこう覗き込むような姿勢になってしまって首とか肩が痛くなるなっていうふうに感じました。まあ、11インチと 12.9 インチ横向きにした時は高さそんなに変わんないとはいえこのちょっとした角度の違いっていうのが長時間使っていくとね結構首とか肩に効いてくるんですよね。なので11インチ iPad Pro を使う場合はですね僕が普段から愛用している非粘着タイプのモフトとかを使って画面の高さを少しでも上げて作業する方がいいのかなというふうに思いました。で不満点の2つ目なんですけども2つ目はこれ11インチと 12.9 インチでドックに配置できるアプリの数って違ってくるんですよ。まあ、ドックってこの一番下のアプリよく使うアプリをね配置している部分だと思うんですけどもこれ 12.9 インチ iPad Pro で 12.9 インチはここね最大17個置けるんですよね。一方で11インチってのは最大ここ14個しか置けないです。で僕のこのドックのアプリってもうね長年配置順番と置くものほとんど変わってないぐらいめちゃめちゃ厳選したものを置いてるんですよ。なのでこの17個ってのはもう本当スタメンなんですよ。でこれがですね11インチ iPad Pro を使うことで最大14個3つ置ききれなくなってしまうんでどうしてもねドックに配置できないアプリが出てきてここがねちょっと 12.9 インチから移行するともうちょっと置きたいっていう風になってしまうんでねそっかちょっと気になったかなと思います。
このドックに置けるか置けないかっていうのは、アプリを素早く切り替える時とか、スプリットビュー、スライドオーバーとか、マルチタスクでアプリを展開する時の作業速度にダイレクトに直結してくるので、ここはですね、もうちょっと11インチの方でもたくさんアプリをね置けるようになったら嬉しいなというふうに思いました。で、最後4つ目、これは使う前からなんとなく想像はしたんですけども、やっぱりスプリットビューとかね、画面を分割した時にちょっと画面が狭いなというふうに思います。あんまり僕自身画面分割した状態でがっつり作業するってことはあんまないんですけども、例えばカレンダーを見ながら Apple Pencil でメモを取るとか、ウェブサイトを見ながら Apple Pencil でメモを取るみたいな、そういった描画の部分ですね、 Apple Pencil を使った手書き文字と他の情報を組み合わせるって使い方は結構よくすると思うんですけども、こういった使い方の時はちょっとやっぱりね、画面が狭いなと思って、字を書く時とかはピンチインピンチアウトを多用しないとうまくね字を書けないなってところがあったので、この辺は 12.9 インチよりはやや使いづらさを感じてしまったなと思いました。というわけで 12.9 インチから11インチ iPad Pro にメイン端末を乗り換えてみた感想をお話したんですけども、正直ね、使ってみて11インチの iPad Pro めっちゃいいなというふうに思ったんですよ。もう性能も変わんないし、重さも軽いし、サイズもコンパクトだし、スペックだけ見ると僕ね、買えない理由がないなというふうに思ったんですよ。で、正直僕1ヶ月使ってきて、あ、もうこれ11インチでいいなというふうに思いました。乗り換えようかなというふうに思って、とはいえ 12.9 インチ iPad Pro の方にもう一度ね、一旦戻したんですよね。するとですね、やっぱ 12.9 インチ iPad Pro を使った時の、なんていうかな、大きな画面から来る没入感というか、これがね、すごいなっていうふうに思ってしまったんですよ。これは画面の大きさから来る作業効率みたいなところはもちろんね、あると思うんですけども、それだけじゃなくて、画面が大きなことによって、なんか没入感がとんでもなく上がって、集中力とか作業への没頭感っていうかな、こういうちょっと言葉にうまくできないような感覚的な部分でめちゃめちゃ魅力を感じてしまって、本気で僕ね、11インチに乗り換えようと思ったんですけども、12.9 インチ iPad Pro をもう一度使ってみて、あ、やっぱりなんか違うなって、 12.9 インチ iPad Pro めっちゃいいなって思ってしまって、やっぱり 12.9 インチを僕はね、メインに使っていこうということを改めて心に決めました。なんか集中力とか没頭感とかね、すごいこう定性的かつ抽象的な話を今してしまってるんですけども、実際 12.9 インチ iPad Pro に戻してからの作業効率っていうのは目に見えて上がったんですよね。ここはもう動画の編集時間とか仕事をこなす量とか定量的に数字で見てもやっぱり作業効率上がったなと思っていて、なんか感覚的な部分なんですけども、それが最終的なアウトプットに結構大きく響いてくるんだなっていうのを改めて実感しています。なので11インチ iPad Pro に不満があったというよりも、 12.9 インチ iPad Pro の魅力に改めて気づいてしまったっていうような言い方が正しいのかなと思います。さらにその魅力っていうのをうまく言葉にできなくて、多分ね、スペックシートだけ見てると絶対11インチの方が僕いいと思うんですよ。どう見ても11インチの方が同じスペックで軽くてってところでメリットがあると思います。ただやっぱり言葉で表せないような部分で、僕は 12.9 インチ好きだなっていうふうに思って、いろいろ考えたらですね、やっぱこれ恋だなって思ったんですよね。なんかわかんないけど好きってこれ恋だと思うんですよ。なんで僕はやっぱり 12.9 インチ iPad Pro に恋してるっていう風なオチになってしまいました。はい、ちょっと最後はね、冗談っぽくお話したんですけども、本当に僕ね、11インチ乗り換えようと思ったんですが、最後にね、やっぱちょっと 12.9 だなって思ってしまって、こういうね、感覚的な部分が少しでも皆さんにお伝えできればいいなというふうに思いました。なので、11インチか 12.9 インチ悩んでる方とか、なんだろうな、11インチ持ってるけど 12.9 の方がいいのかなとか、逆もしかり 12.9 使ってんだけども、やっぱりちっちゃい方がいいんじゃないかなとか、いろいろ悩む人多いと思うんですけども、最後はやっぱりどっちも感覚的な部分での使い分けというか選び分けになってくると思うんですね。なのでぜひね、スペックシートだけじゃなくて、何らかね、お店に行ってちょっと使わせてもらうとか、なんか 12.9 インチサイズに段ボール切ってそれをね、目の前に置いてみるとか、いろんな感じで少しでも感覚的な部分を考慮した上でどちらがいいのか選び分けていただけると効果がないのかなというふうに思います。というわけで、僕はこれからも 12.9 インチ iPad Pro を愛し続けていこうと思います。というわけで、今日の動画はここまでです。今日の動画少し面白かったよとか参考になったと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。